フルーリスの戦いは大同盟戦争における戦闘の一つで1690年7月1日に現在のベルギー・ワロン地域への欧州の都市フルーリスでオランダ軍とフランス軍が衝突した海戦である。大同盟戦争の主戦場はスペイン領ネーデルラントで、ここのフランス軍司令官は前年のワルクールの戦いで敗北したユミエール公。 ルイド・クルバンに代わりリュクサンブール港、フランソワ・アンリド・モンモランシーが、赴任、5月中旬に、コンデからスヘルデ川を北上して、ヘントへ接近した。対するオランダ軍は、バルデック港、ゲオルク・フリードリヒがブリュッセルから南下して、ワーブルに、進出、6月8日には、ジュナップに進軍した。バルデックの狙いは、ドイツのモーゼル川で、フランスの将軍ルイ・フランソワ・ドブ・フレールと、 退治しているブランデンブルク選定校、フリードリヒ3世との連絡確保であり、マース川流域の都市ディナンを目指していた。6月中旬、リュックサンブール港は、ヘントを目前にして、同盟軍の狙いを察知、弓エールをネーデルラント北部に残すと急ぎ南下して23日に、マース川から西に流れるサンブル川をとか、バルデックより先にサンブル川に進出して、ブーフレールの援軍と合流した。 そこで、サンブル川沿岸の都市を落とし、フランス軍の連絡確保と同盟軍の妨害に努め、6月30日にサンブル川を渡り、北上、北岸のフルイルスに止まっているバルデックの同盟軍に近づいた。この時は、互いの偵察部隊が小ゼリアをした程度で、両陣営は3キロ離れてやえ、明けて7月1日にリュクサンブールは西へ進み、同盟軍と交戦した。 リュクサンブールは同盟軍がサンブルガー支流の川を正面とした丘に陣取っていたのを見て取り軍勢を分割して側面攻撃に移る作戦に出た失敗して各攻撃破される恐れが高いため敵陣地の直前まで進んだところで軍を四つに分割内側の二部隊は大砲と銃を装備して正面に進軍外側の部隊は大きく左右に迂回して 同盟軍の両端に攻めかかった。リュクサンブール自身は右翼の迂回軍で指揮を取り、十時に正面からの砲撃開始で戦闘が始まった。フランス軍左翼は、騎兵隊の突撃が失敗して指揮官が戦死フルールスに引き下がった。しかし、右翼の騎兵は逆に同盟軍騎兵を敗走させ、両隊攻撃で同盟軍は崩壊。バルデックはフルールスで再編成したが、 フランス軍風評態に崩され、同盟軍は戦場から逃走した。フランス軍の損害は死者3000人、負傷者3000人と大きかったが、同盟軍の損害も甚大で、死者6000人、負傷者5000人、捕虜も8000人に達した。フルールスの戦いは、フランス軍の干渉に終わったが、フランス政府の方針でチャンスを生かせなかった。陸軍大臣、ルーボア公は、 シャルルロワとナミウールを落としてサンブルガーとマースガー流域の制圧を図ったがフランスをルイ14世はドイツのライン川戦線でフランス軍を率いるルイオ大使への増強を優先してリュクサンブールの軍から文献隊を回してしまったこのためリュクサンブールは大気を命じられ戦果を上げられず1690年の戦役を終えたバルデックは敗戦後は 軍勢補強に努め、スペインリエージュブランデンブルクなどの援軍を得て5万5千人までに増強したが、同じくフランス軍との交戦がないまま停滞した。翌1691年にイングランド王権オランダ総督ウィリアム3世がオランダへ出陣、以後ネーデルラントの同盟軍はウィリアム3世が率いることになる。戦闘図。ありがとうございます。